皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数反比例のグラフの書き方について説明します。 24km の道のりを行く時の時速 x km とかかった時間 y 時間をこの関係を表に表したと。これ時速 x km、 下がかかった時間 y 時間、この時速の方は数字が並んでいるんですけれど、このかかった時間 y 時間の方は空欄になっています。括弧1 x と y の関係を式で表せと。この比例反比例の式は y はというので始まるので、 y かかった時間を求める式、これを思い出してください。道のり、速さ、時間で、時間のところですね。時間は道のり割る速さ、時間は道のり割る速さね。時間 y は道のり、これ 24km ですから、24割る速さ x と、 y は24割る x と、こういう式で表せます。括弧に空所を埋めて表を完成せよと。この y は24割る x、 これ反比例の式ですよね。ですからこの式の x のところに1234、これを埋めて計算してここを求めてもいいですし、 x と y をかけたら決まった数になるね。こういう性質を使ってこことここをかける、その時24になる組み合わせ、これを探すという方法でも構いません。でこれかけて24になる組み合わせでいきます。時速1キロの時、 1×24 が24ですから、1の下は24、2のところは 2×12、 24ですから12、3は3×24なので8と、4は4×6×24ですね、6は6×4×24と、8は8×3×24と、12は 12×2、 これが24ですね。24の下は1が来てね、24、12、8、6、4、3、2、1と、このように表が埋まりましたね。よろしいですか。括弧3、この表をグラフで表す、この表ですね、この表をこのグラフで表します。グラフ、こちらがかかった時間 y 時間ね、24、6、8、10と24まで並んでいます。こちらが時速0から24、6、8、10と、やはり24まで並んでいます。でこの表のこの x と y の組み合わせをこのグラフの中に、点として取っていきます。時速 1km の時、かかった時間は24時間ですから、1のところ、これ24ですね、ここに印をつけます。2の時は12なので、2の時は12、ここですね、ここに印をつけます。そして3の時8です。3は2と4の間で、3の時8と、こうなりますね。で、4の時が6、4の時が6と、そして6の時が4、6の時が4で、8の時が3、8が3ですから、ここですね。そして次は12の2ですね、12の時が2と、ここになります。そして24で1と、24の時が1なので、ここになります。でこの点をこう結んでいくんですけれど、その時定規を使わないでください。フリーハンドでなだらかにこの点を結んでいきます。その時も線はグラフの端から端まで書くので、ここからここまでではなくて、この上のある部分は上の部分から書き始めてください。でなだらかに書いていきます。ここからなだらかにこういってこういって、この点をなぞっていきます。そしてでこういくわけですね。この反比例のグラフね、なだらかな、こういう滑らかな線で書くんですけれど、比例の時のグラフ、あれは直線でしたから、
だいぶ比例と反比例のグラフは違っていますね。今回はこの表を求めにして反比例のグラフの書き方、これを説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。